皆さん、こんにちは。今回のテーマは、結婚式の準備は何ヶ月前から始める?スムーズに進めるためのスケジュールです。結婚式は一生に一度の大切なイベント。しかし、準備には想像以上に時間がかかります。この動画では、結婚式の1年前から始める理想的なスケジュールを紹介し、準備をスムーズに進めるためのコツを解説します。ぜひ最後まで見て、理想の結婚式を叶えるための参考にしてください。結婚式の準備には意外と時間がかかり、準備不足が原因で当日の流れがスムーズにいかないケースも少なくありません。そこで、結婚式の準備をいつから始めるべきかを考え、その適切なタイミングとポイントについてご紹介します。なぜ早めに準備する必要があるのかというと、実は一般的には、結婚式の準備は式の約12ヶ月前から始めるのが理想とされています。早めに準備を開始することで、会場やドレスの選択肢が広がり、好みや予算に合ったアイテムを見つけることが可能です。特に人気の式場やドレスはすぐに予約が埋まってしまうため、早めの対応が成功の鍵となります。さらに、招待するゲストやご両親のスケジュール調整も必要なため、早めに準備を始めることで、スムーズな進行が見込めます。準備期間を長く設けることで、打ち合わせや手続きのスケジュールにも余裕が持てるため、忙しい日々の中でも効率よく準備が進められます。結婚式の準備を早めに始めるメリットを3つご紹介します。選択肢が広がる、式場や衣装、写真、演出など、多くの準備項目がある結婚式では、選択肢を幅広く検討するために時間が必要です。早めのスタートで希望を叶えやすくなり、理想の結婚式を実現しやすくなります。手作りグッズの用意が可能。手作りできるグッズはオリジナリティを出せる反面、直近になれば手作りの時間が割けず、時間がなくて購入することになるため、早めに動いて余裕を持ちましょう。家族や友人への配慮ができる。家族や親しい友人を招待する際、ゲストのスケジュール調整も重要です。早めに連絡し、日程を押さえておくことで、確実に多くの人に祝福してもらえる環境を整えられます。結婚式の準備を12ヶ月前から始めることは決して早すぎることではありません。むしろ、余裕を持って準備を進めることで、良い結婚式を実現するための大きな一歩となります。それでは、1年前からどのように準備を進めるべきか見ていきましょう。この時期には式場や日取りの決定、ゲストリストの作成、予算決定が必要です。式場探しと日程の決定、まずは式場探しと日程の決定です。人気の会場や希望の日程はすぐに埋まってしまうため、早めのリサーチが必要です。ブライダルフェアや口コミで情報を集め、いくつか候補を見学しましょう。ナチュラルなガーデンウェディング、クラシカルなホテルウェディングなどイメージを固めておくと選びやすくなります。ゲストリストの作成と予算決定。次に、ゲストリストの作成と予算決定です。ゲストの人数は会場選びや費用に影響するため、早めにリストを作成しておくことが大切。また、全体の費用を会場費、衣装代、料理代など各項目に割り振り、計画を立てておくと安心です。優先順位をつけて予算を組むことで、費用を抑えながら満足度の高い式が実現できます。ここからは、具体的な結婚式の内容を決めていく時期です。会場や日程が決まったら、次は演出や衣装の準備を始めましょう。6ヶ月前からは、より細かな項目に取り組むことで、結婚式のイメージが具体的に見えてきます。ドレス、タキシードの選定とフィッティング。次に、衣装選びです。新郎新婦の姿を引き立てるドレスやタキシードの選定は非常に重要。スタイルやカラーにこだわり、数回フィッティングを行いながら理想の衣装を見つけてください。ここから式場との本格的な打ち合わせが開始します。自身の求める最高の結婚式を行うため、入念な打ち合わせを行っていきましょう。招待状のデザインと配布。結婚式に招待するゲストが決まったら、招待状の準備に取り掛かります。招待状は結婚式のテーマやイメージを反映させたものにすると、ゲストへの印象がアップします。デザインを選ぶ際には、印刷や配布にかかる時間も考慮しておきましょう。招待状の送付は結婚式の3ヶ月前までに行うのが理想的ですが、余裕を持って準備を進めることが大切です。また、招待状には、式の詳細やドレスコード、アクセス方法なども記載しておくと、ゲストにとって親切な案内になります。遠方からのゲストが多い場合は、宿泊先の案内も一緒に送ると良いでしょう。会場装飾や演出の決定、結婚式の演出や装飾もこの時期に決めるべき大切な項目です。例えば、会場にどのような装飾を施すか、演出の流れをどのようにするかを考えます。テーマや色合いを統一することで、結婚式全体の雰囲気がまとまり、ゲストにも一体感を感じてもらえます。装飾や演出は結婚式の個性を表現する部分なので、じっくりと時間をかけて考えると良いでしょう。この期間は、最終的な準備を整えるための大切な時間です。席次表や引き出物、スピーチや余興の確認を行います。席次表や引き出物の手配、席次表はゲストが快適に過ごせるように配置しましょう。友人や親族など話しやすい組み合わせを考慮し、配慮のある配置が大切です。また、引き出物は、最近はカタログギフトや地元の特産品が人気です。ゲストの年齢や好みに合ったものを選び、結婚式の1ヶ月前には準備を完了させましょう。スピーチや余興の内容確認、スピーチや余興の内容も確認しておきましょう。スピーチや余興のリハーサル、演目の内容も確認し、会場スタッフと打ち合わせておくことで、当日の進行がスムーズになります。当日の動きのシミュレーション、新郎新婦やゲストの動き、写真撮影やお色直しのタイミングを確認し、当日がスムーズに進むよう会場スタッフと連携しておくことが重要です。細かなシミュレーションを行い、不安をなくして当日に備えましょう。結婚式直前には、当日の流れをシミュレーションします。スケジュールの確認や持ち物、役割分担をしっかりチェックしましょう。
当日の持ち物と役割分担。まずは持ち物リストを作成しましょう。指輪や結婚証明書、ヘアメイクの小道具など、細かい持ち物の準備を忘れないようにリスト化しておくと安心です。また、両親や友人にサポートをお願いし、受付やゲスト案内など役割分担も決めておきましょう。いかがでしたか？結婚式の準備は、1年前から計画的に進めることで余裕を持って臨めます。式場選び、ゲストリスト作成、衣装選びから当日のシミュレーションまで、段取りを守って準備を進めることで、トラブルも防ぎやすくなります。今回ご紹介したスケジュールを参考にして、心に残る素晴らしい結婚式を迎えてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。結婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンク、もしくはリアルウェディングスで検索。 Real Weddings